はい、どうも、アテス。今日はですね、日曜日に行われます、オークスの枠順決定後の予想をしていきます。まあ、ある程度ね、綺麗に分かれたかなって感じで、ちょっとね、外枠に有力馬が集まったかなって感じです。で、注目のストレンボッシュ、まあ、正直かなり絶好枠に入ったかなと僕は思いますね。と、その前にまずこちらをご覧ください。まず今週のブログですね、土曜日分、重賞が平安ステークスあるんで、こっちもやっていきます。あと、平場予想ですね。じゃあ結果はどうなってるんだってお話なんですけど、本当に最近絶好調です。NHK マイルですね、先々週、本命10番人気ロジニオン3着になって、対抗ジャンタルマンタル1着になって、見事、副賞ワイド、ブログで的中いたしましたよと。で、こっち本のエンプレス杯ですね、本命グランブリッジ1着で、まあノートの方でね、上げたキャリッカーリードが、3着になって、ノートワイド的中と。で、これ先週ですね、まあビクトリアマイル馬券こそね、残念だったんですけども、まあ本命馬、フィアスプライドが 12.5 倍で2着に来ましたよと。で、これも平日、動画で出した大井記念ですね。まあ穴馬のバーデンバイラーが2着に行って、まあ結局ね、本命は来なかったんですけど、対抗のサヨのネイチャ1着来て、ノートで出した馬連が見事的中と。じゃあ、この紙ブログはどこにあるんだってお話なんですけども、概要欄からぜひお願いします。まあこちら何度も言うようにね、なんと、ブログ無料でご覧いただけます。こちらですね、必ず皆様に有益な情報をお届けいたしますので、ぜひね、概要欄からご登録をお願いいたします。はい、では先週を振り返らせてください。先週はビクトリアマイルがございました。まあ、まさかまさかのね、テーハッピーローズが頭で驚きましたね。まあ、僕はね、フィアスプライドをね、本命にしたまでは良かったんですけど、さすがにテーハッピーローズはちょっとごめんなさい、抑えることできなかったですね。で、対抗のナミュールがまああんまり良くなかったって感じで、ルメールからね行ったのは間違いなかったんですけども、まあテンハッピーローズを拾えなかったことがまあ敗因なのかなって思いますね。まあさすがにちょっとこれは難しいですね。200倍の馬を拾うのはね、相当困難だと思います。本当当てた方すごいと思います。はい、ではこちらをご覧ください。はい、オークスの過去10年分のデータですね。人気別はこんな感じになってて、まあ一番人気とにかくめちゃめちゃ強いよと。まあ枠順別はこんな感じで、まあ注目すべきところはここですね。オークスもとにかく逃げ馬きついんですよ。で、先行馬もあまりデータは良くないですよと。基本的にね、まあ差し馬が一番いいというデータになっております。はい、では詳しく解説していきます。じゃあステレンボッシュ行きましょうか。もう正直ね、この馬についてあと枠だけですね。枠がね、どうなるかってお話だったんですけど、で、まあ、このね、人気の差し馬って一番嫌なのは、馬群に包まれることなんですよね。で、それで抜け出せなくなることなんですよ。なので、1枠とか2枠入ったらちょっとどうかなと思ったんですけども、最高の枠入りましたので、しかもね、そのライバルたちが、この馬たちより全部外行ったんでね、まあ、いくら土佐騎手でも大丈夫でしょってお話なんですけど、まあね、前回出した動画、まあ、土佐騎手のね、G1 一番人気はとにかく弱いよってところなんで、あとはだからそこですよね。まあ、ただね、まあ、どん詰まりってことはこれでなくなったと思うんで、この枠なら。まあ、馬券内は普通に走ればまず硬いと思いますね。特に、鞍上以外で割り引く要素はないかなと思いますね。アスコリプチェーノもいないですし。で、まあ、あとはですね、この7枠に入った、まあ、ライトバック、まあ、一緒にスイープフィットとね、一緒にやるんですけども、なんかね、すごい似たり寄ったりの馬だなと思ってて、まあ、前走ね、桜花賞、ほぼドンケツから行って、3着、4着で、またね、なんか、オークスでは似たような枠に入って、なんだろうな、別にどっちが上、どっちが下ともないですし、かといって、じゃあなんかね、ステレンボッシュを上回る要素があるかって言ったら、僕はあんまないと思ってるんですよね。一応、まあ、スイープフィートはね、まあ、このスワブ・リチャードで、まあ、スイープ当初の、品系なんで、まあ、一応ね、オークス2400という面には多いとはいいんでしょうけど、どうかなって感じですね。まあ、ライトバックもなんだろうな、ちょっと前走うまくいきすぎた感がある気がしてしょうがないですね。で、まあ、そこでやっぱり買いなのが、まあ、チェルビニアですね。正直ね、まあ、前回の動画で買う理由は言ったんですけども、まあ、そもそもね、桜花賞は5ヶ月半の休み明けで8枠18番。で、ムルザバエフ騎手がね、これ乗ってた理由は、まあ、単純にルメール騎手が、負傷してたから、ムルザバエフ騎手が乗ったって感じですね。まあ、だからあんまりね、良くなかったと。で、やっぱりこのルメールってのは、本当にやっぱ東京競馬場では絶対にもう買わないといけないんですよね。はい、その理由がもうこちらですね。ルメール騎手の東京芝、G1 での実績、まあ、2021年以降に絞ったんですけども、ルメール騎手22回、東京芝の G1 で走ってますと。で、そのうちなんと、19回馬券内入ってるんですよ。いくらね、そのアーモンドアイとか人気馬に乗ってたとしても、異常な数値なんですよ。
まあ、勝率こそね 32% なんですけど、連対率だけで 77% あるんですよ。副勝率は 86% と。で、他の3回はじゃあどういった馬なんだってお話なんですけども、例えば2021年のダービー、まあ、サドンレイナス5着、ジャパンカップオネスト7着、ダービースキルウィンクとか、まあ、この3例が当てはまるわけですけども、ただこの3頭ってこのピンクの文字にある通り結構特殊で、まあ、サトンレイナスって牝馬だったわけですよね。で、牝馬のダービーはやっぱりきついと。で、このオネストって今も外国馬だったんですよね。で、外国馬でジャパンカップ最近全然構想しないですよね。で、去年のね、スキルウィンクは、まあ、結局ダメだったのはね、もう本当にレース後ね、心不全になって亡くなってしまうぐらい、まあ、間違いなく調子悪かったんですよ。まあ、いわばイレギュラーな条件だったわけですよね。だから、それらの3例を除いた、だから19回、基本的には馬券内全部入ってるんですよね。ビクトリアマイルも結局ね、なんだかんだフィアスプライド過剰人気だ言われましたけども、2着に来たじゃないですか。もうルメールを買っとけばどうにかなるんですよ。で、今回ね、じゃあチェルビニアがなんか特殊な条件かって言ったら別にそうでもないし、桜花賞ね、叩いてオークス来てるってことは別に普通の馬ですってことで、もう東京競馬場の G1 はルメール買っときゃどうにかなるんですよ。難しいこと考えずに。はい、だからルメールから買いましょうってお話ですね。はい、まあ、だから今のところはね、もうチェルビニアとステレンボッシュ、まあ、この1点が、まあ、僕はね、大本戦で行く予定ですね。じゃあお前はね、他にどの穴馬を狙うんだって言われましたら、まあ、枠並びとかどうこうより、まあ、とにかくね、まあ、前回押せなかった馬がいて、はい、3枠5番の黄金の空ですね。まあ、ここまで3連勝して、まあ、前走はスイートピーステークス勝ったと。で、このスイートピーステークスの内容が良くて、で、これがね、前走のスイートピーステークスなんですけども、着差はね、2着に首差なんですけど、3着以下にこう3馬身ちぎってますよと。で、上がり最速使ってますよと。で、これ勝ちタイムが1分45秒6で、スイートピーステークスのレコードなんですよね。じゃあこれの何がいいかっていうと、まあ、要するにだから黄金の空が熱い理由が、まあ、スイートピーステークスレコードで走りましたよと。で、そのスイートピーステークス、それまで持ってたレコードが、このタガノパッションっていう馬が1分46秒2で走ってるんですよね。で、その馬が次走オークスで、まあ、人気全然なかったんですけども、勝ち馬から 0.3 秒差の4着に激走したんですよ。ってことで、要するにスイートピーステークスで早いタイム出せればオークス上位いけるんじゃねってことなんですよね。まあ、ババサとかね、いろいろそういうのもあるんですけども、まあ、少なくともね、この黄金の空が全然オークスでもできる力は僕はあると見てるんですよ。だからね、タガノパッションがこの1分46秒2でオークス4着だったら、まあ、黄金の空もうちょっといけるんじゃないかっていう理由ですね。ってことで、まあ、この馬穴馬ですね。まあ、多分そこまで人気しないでしょうがね、まあ、3枠5番って結構ね、枠も僕はいいとこ引いたと思ってるんで、ちょっとね、そのなんだろうな、33秒台のキレッキレのめちゃめちゃね、切れ味勝負になったら、まあ、ちょっと分が悪いかもしれないんですけど、もしね、ババがちょっとでも渋るようなことがあったら、まあ黄金の空熱いと思いますよってお話ですね。で、あとがアドマイヤーベルですね。まあ、これも単純にフローラステークスも僕はね、結構見た限り勝ち方強かったなと思って。まあ、ただ一個懸念点なのがね、前走が全力の可能性あってね、お釣りが残ってるかってところですね。まあ、それさえなければね、前走結構いいパフォーマンスだったんで、かなりやれるんじゃないかと思ってますね。で、あとが、まあ、触れなきゃいけないのがタガノエルピーダですね。まあ、ただね、さっきも出したようにオークスっても基本的にここ最近後ろからの馬がやっぱりいいんですよね。で、このタガノエルピーダって朝日杯でも3番手から言ってるようにマイルでも先手取れる馬なんですよ。だからスピードはすごいある馬なんですよ。だからね、あまりにも前行きすぎるとね、最後持つかなって思って、で、まあ一応ね、忘れな草賞買ってるんでいいんですけども、8枠17番ってのもなんか良くないですよねって思っちゃって、なんかね、どうかな。まあタガノエルピーダはね、それこそ内枠入ったら良かったと思うんですよね。で、マトだから内枠で入ったっていうのは、まあクイーンズウォーク。僕はね、正直言うとこのタガノエルピーダと枠逆だったらいいのになと思いましたね。差し馬でね、1枠2番ってのはどうかなって思いますね。まあ、桜花賞はね、もう川田騎手がもうインタビューと、もうあからさま叩き台でオークスがいいと会見で言ってました。で、今回オークスなんですけども、どうなのかな。まあ、そもそもね、まずオークスってあんまり馬体重重い馬走んないですし、まあ、この馬前走514じゃないですか。まあ、最後ちょっと持つのかなってのが僕は不安ですね。まあ、一応買い目には入れるんですけどってお話です。ということですね、オークスは以上になります。で、まあ、何もなければね、もうチェルビニアと、
まあ、ステレンボッシュ、まあ、ちょっと硬いですけど、ここが本戦で、まあ、あとはね、黄金の空とか、まあ、アドマイアベル、まあ、このトライアル組が構想してくれたら嬉しいかなって感じです。はい、これで以上になります。あとですね、最初にも言ったように、最終見解全部ブログになりますので、こちら、概要欄からご登録をお願いします。無料になっておりますので、ぜひお願いします。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。